タイの語はカリブ海のタイの族によってかつて話されていた荒ワク語族の言語である。スペイン人と接触した当時、カリブ海において最もよく話されていた言語だったが、植民地化により消滅した。タイの語は新世界でヨーロッパ人が接触した最初の言語だったため、ヨーロッパの言語にタイの語から多数の語彙が借用されている。 キューバ西部とイスパニョーラ島の孤立した地域を除いて15世紀末までにタイの語が他のより古い言語にとって変わった。スペインによる植民地化によってタイの文化が衰退するにつれタイの語はスペイン語や英語、フランス語といった他のヨーロッパの言語に置き換えられていった。西洋との接触から100年経たずにタイの語は消滅したと考えられているが、 カリブ海の孤立した地域では19世紀末まで話され続けた可能性もある。クランベリービスケリアスはタイの語の2つの方言を区別している。古典タイの語はイスパニオラ島とその東で、シボネー方言は西部で話されていた。コロンブスによるとバハマからキューバ、ボリケンからジャマイカまで同一の言語の様々な方言が話されているがべての人によって理解される。 タイの語は文字に書かれたことはない。タイの族はペトログリフを使用したが、この分野に関する研究はほとんど存在しない。以下は、スペイン人による記録から再考されたものである。他に、弾き音のもあったが、D の4であったようだ。E との違いは、スペイン人による書き分けによって示唆される。E は A へと書かれた。現代の再考では、E A と書かれる。奥じた教母音、U は、しばしば、O と交代し、4だったかもしれない。各口母音に対応する美母音が存在した。音節末及び後末に立ちうるシーンは、S のみだった。タイの語の文法は十分実証されていない。現存する資料からは、他の荒惑書語と同様に、名詞クラス説美字があったようである。所有説当時には、 私のは、我々の、li、彼の、2、または、つ、彼女のが実証されている。動詞説字には、a、か、a、か、nv がある。他の多くの荒枠書語と同様に主語に関する動詞、活用は、名詞の所有説当時と似ていた。否定説当時は、ママイナスで、属性説当時は、カマイナスであった。この二つの字は、マカブカ 重要でないという文に現れている。部下の部分はカリナ語語で過去を表す設備時部下と比較され、従って過去を持たないという意味だと解釈されてきた。しかし、マカブカはカリナ語のアブカ者、驚かすと比較することもできる。この動詞はロコの語母家や、驚かす、パラウハの語アップタ、驚かすのように様々なカリブアラワクショ語で共有されている。 動詞の活用形の例としてはだが、私は、だ、わいば、我々は行く、わりけ、我々は見るがある。目的誤説美事としては、はやおうか、我々に話せに見られるを、我々をがある。タイの語に由来する英語、スペイン語の単語としては、以下のようなものがある。他に、タイの語に由来するスペイン語には、以下のようなものがある。タイの語に由来する地名には、以下のものがある。 ありがとうございます。